三遊亭花園遊は、落語家。本名、佐々木康太郎。若い頃は、武家屋敷へ奉公に出ていたが、その時に、目かけと合引き中のところを主人に見つかって逃走中に足を切られたことから、その古傷のため以後は常に足を悪くしていた。当初は、鶴沢文左衛門のなでぎ大遊の三味ミ引きをしていた。明治十年代前半に、初代、 三遊亭窓か言うので死になって、三遊亭花ゆうと名乗る。明治十年代後半に四代目カツ文楽門家に移って館地となった後、1887年には、法官に転校して、マス花衆の名で、吉原で活動していたが、復帰して、三遊亭窓か窓を名乗り、1889年1月には、スズメヤカン助に改名した後、 1890年、頃に花優に戻って1898年3月には、三遊亭花恵湯で新内に昇進する。一時、おもながや左園地と改名しようとした。これは、歌舞伎役者の市川猿之助の野号である、沢社屋と市川佐団寺の名からヒントを得て考え出した名であるが、歌舞伎の側から苦情が出たため実現しなかった。後に、 かつての師匠の名である、桂文楽の名跡を狙ったがこれは五代目、桂西賀との襲名争いに敗れた。1903年7月には三代目、柳屋小山門下で、柳屋三五郎となるが、不都合があって、東京にいられなくなり、花園優の名で地方回りをするうちに、何は武士などとの合同で、自由演芸会という会派を立て、8月に、 ダンスローエンバの看板を挙げる。しかし長続きせずに結局は、花園流の名に戻って、仙台に拠点を移し、最後は奉還をしていたという。1915年頃までは、活動が確認されているが、以後の消息は不明。白雷の馬というあだ名があったが、これは背が高かったことから名付けられたという。花吉見、花園地、下流、花町祭。 花王花山などの文下生がいた。ありがとうございます。